秩父鉄道線継電車、秩父鉄道線継電車、秩父鉄道線継電車は、1986年、昭和61年に登場した秩父鉄道の通勤軽電車で、国鉄101継電車の譲り受け車である。2014年、平成26年3月23日をもって運転を終了し、同年3月31日付で全車廃車された。 本系列は、百型や800系、元小田急電鉄線8 0 0系といった、吊りかけ駆動方式の車両を置き換えるために、1986年から1989年、平成元年にかけて、元日本国有鉄道、国鉄東日本旅客鉄道、R 東日本の101系のうち状態の良い3両編成12本36両を、比例房車のままで購入した。 制御電動車の出ハ1000系、国鉄時代は、雲ハ100系、中間電動車の出ハ1100系、道もハ101系、制御付随尺ハ1200系、道区ハ101系からなる3両編成を組んでいる。出ハ1000型に、電動空気圧縮機とパンタグラフを、出ハ1100型に、主制御機、電動発電機と、主抵抗機を搭載している。国鉄 JR のカルダン駆動車が、 編成単位で私鉄に譲渡された事例は、これが初めてあった。ほとんどが0番台からの改造だが、1006号編成のデハ1006とデハ1106の2両が1000番台からの改造であり、本系列の中で製造年が最も古い、口実。入選時にパンタグラフの PS13 型への変更、運行番号表示機の封鎖、保安機器の変更、 先頭車車内への間仕切り用アコーディオンカーテンの設置、暖房容量の増大、外反塗装の変更、マスコンを 800K で使用されていた、デッドマン装置付きのものへの交換、主電動機出力のデチューン、100kW85kW が行われた以外、大きな改造はなかった。改造は100 1 1 1 0 0 4 1 0 6 1 0 0 7号編成が、大宮工場、現、 大宮総合車両センター、1002号編成が大井工場、現東京総合車両センター、それ以外の編成が自社の熊谷工場で、それぞれ施行された。最初の2編成とそれ以降の編成とでは、無線アンテナの形状が異なり、前車は棒形のものを、後車は逆 L 字型のものを装着する。ブレーキ集は入線当初は国鉄時代から引き続いて、 レジン製のものが使用されたが、後に中鉄製のものに取り替えられた。客用ドアはすべてステンレス製である。その後、埼玉県の補助金交付を受けて1994年、平成6年から1997年、平成9年にかけて、双方の戦闘車に集約分散式冷房装置が搭載された。この際に家電流対策と、 容量増加に対応するため従来連結面側に一機、搭載されていたデハ線系のパンタグラフは運転室側にも搭載され、また区ハ1200型には冷房電源用の容量99馬の静止系、インタが搭載された。この際にパンタグラフは再び PS16 型に変更された。1999年、平成11年までにワンマン運転対応工事や、 座席ユニットの交換、ドアチャイムの設置などが実施された。電動空気圧縮機は当初レシプロ式 C-1000 系であったが、2002年、平成14年6月から検査時に JR-103 系などで使用されている大容量の C-2000 型に交換された。車体塗装は、登場当初は当時の標準色であるレモンイエローにブラウン体で、 先頭車前面の帯中央に七部鉄道を表記していた。その後は白地に青と赤の帯が正面から側面に回るデザインに変更されるとともに、前面窓周りが黒で縁取られた。当初封鎖された運行番号表示器は1990年、平成2年までに改造して列車種別表示器として使用され、確定、ワンマン、準急、急行、臨時、 改装、試運転などの表示が用意されいる。このうち、ワンマン表示は、ワンマン対応工事施工事に追加された。かつて1990年代前半まで、行楽シーズンや、七部夜祭りの時期に、国鉄、JR 東日本から国鉄型車両が乗り入れていた、関係からか、線区の事情にマッチし、手を加えながら、主力として、譲り受け後20年以上にって使用された。 しかし、車体の老朽化などで年々維持費が加算できたことにより、2009年の1004編成、1006編成の廃車以降、後継の7000系、7500系、7800系への置き換えが進み、最後に残った1003編成も2014年3月20日をもって、通常の営業運行を終了し、同月21日から23日までの作よなら、 貸切列車の運行をもって、運用から離脱した。種車はそれぞれくもは100から53、新生児もは9万616と、もは101から50、どうも、は9万109とした武蔵野専用難年車。埼玉県埼玉市内に、鉄道博物館が2007年、平成19年10月14日に開館したのに、合わせて、 12本在籍する編成のうち4本が 101K で使用された国鉄色を模した塗装に変更されている。最初の編成は、同年7月末に変更された1011号編成で、オレンジバーミリオン、朱色1号一式とされ、同年9月1日2日に運行された臨時休行から運用を開始した。2編成目は1001号編成がスカイブルー。 青22号一式に塗り替えられ、同年10月14日の臨時休校から運用を開始した。3編成目は1012号編成で、カナリアイエロー、木5号一式に塗り替えられ、同年11月24日の臨時休校から運用を開始した。また、2008年4月5日には4編成目として109号編成が、うぐい水路、黄緑6号のジ色で、 戦闘車前面にカナリアイエローの帯を加えた関西本線塗装にリ変えられ他の3編成と同様に臨時休行から運用を開始した。これらの編成は戦闘車前面の車両番号表記が種別表示器上部から助手席側窓ガラス内側上部に掲出されるプレートに変更されている。このプレートは JR 東日本の首都圏エリアの通勤系電車に掲出される 編成札のスタイルに近く、国鉄時代をイメージしたものとされる。なお、2010年、平成22年3月25日に7500系が投入されたことに伴い、オレンジバーミリオン編成は廃車となった。その後、同年12月にカナリアイエロー編成が、2011年、平成23年2月にウグイソ編成が廃車となった。 1003号編成は2011年5月14日に開催されたワクワクチャリティーフェスタで車体塗装変更の投票が行われた結果最多投票となったオレンジバーミリオン塗装となり同年8月25日から運用を開始した本系列のオレンジバーミリオン編成の登場は1年5ヶ月ぶりとなった2009年からは 秩父鉄道の創立110周年を記念し、国鉄色塗装に変更されていない編成の一部を同社の旧型車両で使われていた塗色に変更される編成も出てきた。その第一陣として1002号編成がかつて100型で使用されていった小豆色とクリーム色のツートンカラーに塗り替えられ、同年5月30日の臨時休校から運用を開始した。ただし、 初日の臨時休行は国鉄職編成の時とは異なり、休行料金は不要となった。また、特製ヘッドマークも装着された。この塗装は100系の運用末期を再現したものであり、正面に秩父鉄道の表示がなされているほか、先頭車の側面には CTK のロゴが取り付けられている。また、同年10月3日には第二陣として1007号編成が、 本系列登場時の車両の標準塗装だった黄色に、茶色の帯の車体に変更され、同日の臨時休校を、秩父鉄道創立110周年記念号から運用を開始した。こちらも休校料金不要となり、正面に秩父鉄道の表示がなされている。同年11月23日に三部口駅構内で開催された、おかげさまで110周年ありがとうフェスタでは、 に編成が同時に展示された。なお、これらのリバイバルと送電車の運行開始を記念して、主要駅で特製台出記入条件を発売している。秩父鉄道では2008年度から2012年度にかけて順次本系列の更新を行う方針を示し、鉄道市見市では2008年度に二編成を置き換える、廃車すると報じられた。また、 2013年度には残る1001号、1003号、1010 10号も引退予定であるとされた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。